水割りをちょっとあのしたいなと思ってまして、で水割りってなんかこう水入れるだけでしょってちょっと思われがちな、すごい簡単なカクテルなんでしょとか、もう入れるだけで終わりでしょって言うんですけれども、もうあなんていうか例えばなんですけども、あのバーテンダーの数だけ、まあ、そのこだわりがあるように水割りってこだわりがあるんですよ。バーリーですね、この内側にこう右利きで回すようなこういうあの時計回りですね、時計回りで、まあ、よろしくお願いします。バークリアマの正門です。さて本日ですが、さあですね、ちょっとやってみたいことが一つありまして、今回は検証動画で、行こうかなというふうに思っております。で何をするんだいっていう話なんですけど、今回は水割りをちょっとあのしたいなと思ってまして、で水割りってなんかこう水入れるだけでしょってちょっと思われがちな、すごい簡単なカクテルなんでしょとか、もう入れるだけで終わりでしょって言うんですけれども、もうあなんていうか例えばなんですけども、あのバーテンダーの数だけ、まあ、そのこだわりがあるように水割りってこだわりがあるんですよ。で今回やってみたいなと思っているのが、当店の水割りっていうのは基本的に30ミリのウイスキーに対して90ミリの水を使うんですよね。合計120ミリ換算で作るんですが、水割りの水の残りの30ミリですね、60ミリは普通の水で入れて、でその30ミリをこのミキシンググラスで30ミリ溶かしてみたら味わいどう変わるんかなっていうのを、ちょっとふと気になったので急遽ちょっとやってみようかなと思っておりますので、まあ、やり方の方ももうちょっと次に説明させていただきますね。まあ、シルモの言うてんととりあえず参りましょう。クレイモアチャンネル、はい、ですね、ではルールとしてです。ルールなんですけれども、まずはガラスのガラス製のミキシンググラス、そしてバーディーこのミキシンググラスね、まあ、実はかなりこう中っていうのを磨きを入れてるのがバーディーの特徴で、すごく滑らかになるんですよ。それでまあ作ってみてねっていうのと、あとは通常の水割りですね、当店で作る通常の水割りを1つなので、合計3つで飲み比べをしていこうかなというふうに思っております。まあ、順番は通常 の、水割りと、でガラスでやってバーディーでやっていくっていう形ですね。はい、では通常の、水割りからまいりますね。チルドをして、もう角を取ってからウイスキーをチルドして取って、はい、ユーザーの完成です。で一度飲んでみます。普通の水割りというか、うん、まあ、美味しいよねっていう話ですね。まあ、次ね、さっき最初に水入れはったじゃないですか。はい、それとちょっと回して水を捨てたじゃないですか。はい、あれは何をしたの？角を取るっていう形で、その霜を取ったんですよ。氷のちょっと表面が白くなって、これを取ったの。それをするしないで、やっぱり水の溶けの具合っていうのが全然変わるんですよね。で、氷の溶けがだいぶそれで遅くなる。そういうところに影響が出てくる。やっぱそれってお客さんに寄り添うっていう部分にすごく大切なところなので、少しでも美味しいところを長く味わってほしいっていう気持ちにやっぱなっちゃうんですよね。
検証してみた。みぞれの一つ。おお。ちょっとこのもったりするか。まあそうですね。やっぱ染み込んでる感があるなって。うん。まあいいですね。この内側にこう右利きで回す用のこういう時計回りですね。時計回りで磨きをかけてるっていうのがこのバディの特徴。シェーカーとかも出てるんですけど、シェーカーは縦方向に磨きがかかってて、シェイクするときにあの綺麗に回るようになってるんですけど、実際やっぱり中触ると全然違うんですよね。これがこうなってて、でよくそのまま似たような形がするのかもしれない。同じ要領で。はい、できました。おー、なるほど。はい、はい、では3つ作り終わりました。まあ、あのテイスティングを1つずつ改めてしていったんですけれども、やっぱりその大きくその席分けられてるのはやっぱりここなんですよね。その通常に入れたタイプとステアをして作ったタイプでやっぱり大きく開きがあったんですよね。何が違うのっていう話なんですが、これやっぱり水っぽいっていうイメージなんですよね。どうしても混ぜてる回数であったりとか、まあ、一体感があまり生まれていないにもかかわらず、ステアをしている方は、まあ、一体感と、あとウイスキーの味わいが開いてるっていう感じですね。加水もちょっとして回してるような水割りなんだけれども、しっかりとボディ感があってコシが出てくるようなイメージですよね。で、まあ、今グレアさんが言ってたんですけども、ちょっと蜂蜜ニュアンスが出てきてる、こっち以降は、まあ、やっぱりステアをすることによって開いている。で、まあ、こことここなんだですが、ミッシンググラス、ガラス製のやつとバディ製、まあ、のバディで作ったやつでの違いっていうのも結構顕著に現れてるんですよね。やっぱりバディの方がちょっと重ために感じる、そして甘いニュアンスが出てくるので、やっぱり時間をかけて作ったもので、そこに技術があるとやっぱり味わいって変わってくるんだなというふうに感じましたね。まあ、こんな感じですね。顕著としては非常に有意義なものだったと思います。実はその、まあ、クレイモア式というか片岡式で、実は水割りの作り方あと1個、そのもうこれはもうスペシャリティみたいな、なんか感じで1個だけあるんですけど、またいずれいつか、まあ、動画でご紹介できたらというふうには思っております。よろしければ、まあ、これからチャンネル登録と、まあ、高評価などよろしくお願いします。本日もご覧いただきありがとうございました。